ウィンは、アメリカ合衆国、オハイオ州、バトラー軍ハミルトン出身の元プロ野球選手、ウトウミギウチ。ニックネームは小柄ながらも素晴らしい長打力を誇ったことから、トイカノン。1962年にシンシナティレッツと契約して、プロ入り。同年オフに、ヒューストンコルト 45S へ移籍し、翌1963年にメジャーデビュー。球団名が、 アストロズに変わった1965年から中堅種のレギュラーとなり、この年は22本類が43盗塁をマークした。1967年には37本類が107打点、1969年にも33本類打を放った。クロード・オースティンとのトレードでロサンゼルス・ドジャースへ移籍した1974年には32本類が108打点をマークし、 カムバック賞を受賞した。1977年に引退した。ウィンのアストロズ在籍時の背番号24。ヒューストンアストロズの永久欠番に2005年指定。2005年、ウィンのアストロズ在籍時の背番号24は永久欠番に指定された。また、アストロズ戦の解説者としても活動している。2020年3月26日、78歳で死去。 持ち前の長打力だけでなく、リーグ最多死球二度という選球眼の良さと、守りでの強権でも有名だった。ありがとうございます。